カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州メトロ・バンクーバー・コキット・ラム。コキット・ラムは、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州の南西部に位置する市で、メトロ・バンクーバーに属する人口139,284人の州内6番目の都市である。ポート・コキット・ラム、ポート・ムーディーと合わせて、トライ・シティエリアと呼ばれることも多い。電話帳には、トライ・シティ版があり、コミュニティペーパーには、 トライシティの名がついて3市で配布されている。2016年にはスカイトレインが開通し高層コンドミニアムの建設ラッシュが続いている人口増加一い都市となっている。コキットラム中心部バーク山から見た街並みバンクーバー市の東10の1 5トルに位置している。北東部にあるピット湖から流れるピット川がフレーザー川に合流する。北部は大半が 山岳地帯であり、標高線2 7 0メートルのバーク山や標高線5 8 3メートルのコキットラム山がそびえる。東側は、ポートコキットラム、西側を、ポートムーディー、バーナビー、アンモア、ベルからに接する。フレイザー側を挟んだ対岸がサレーである。海洋性気候の温暖な気候であるが、市内北側の山の影響を受けるために年間を通じて、 降水量が多くバンクーバーの年間間降水量1189ミ、mm、リメートルよりもかなり多く1872.7ミ、mm、リメートルに達する。また同様に降雪量も64.4センチメートルと2倍である。山岳地帯は降雪量が多くなりスキー場がある。雨量は夏季には少なくなり比較的乾燥しており爽やかであるがバンクーバーに 比べると、多少は熱くなる。2016年センサスによる人口は139,284人であり、メトロバンクーバー内では5番目の都市である。過去5年間の人口増率は10%前後と、高く意味向け入れを中心として、人口増加が続いている。2016年の統計によると、白人はおよそ半数近くを占め中国系も2割に達する。 特出すべきバンクーバーでは最も韓国系の人口の割合が高く人口は9930人、全体の7.2%に達し大規模な韓国人社会を構成している。さらにイラン人も多くなっている。全人口の44%が外国生まれと移民で成り立つ都市となっている。バーキトラム駅トランスリンクが市内交通を担っている。ありがとうございます。